市川郵便局は千葉県市川市にある郵便局である。民営化前の分類では周廃普通郵便局であった。同局付近の略図。同局の南側にあって煙突から煙を吐いているのが田中木平の醤油工場である。同局の前を通る大通りは松戸街道である。年月日、初代局長を田中平として 千葉県東葛飾郡市川町二丁目にあった田中の経営する釜屋醸油の醸造工場敷地内に設置する。1907年3月31日、同局で電報業務を開始。1916年12月16日には同局で電話交換業務を開始した。同地が市川電信電話創業の地とされるのはこのためである。当時、 一川橋で渡されて、東西を行く千葉街道と南北を行く松戸街道の交差する。この周辺は、江戸時代の宿場町の延長線上にあり、銀行や商店、映画館、一川館等が見られる商業地であったが、現在では住宅地である。1945年、同局は現在地に移転した。1955年1月には、同局跡地を含めた、 醤油工場の跡地が山崎製パン市川第二工場となって稼働を開始したが、1966年3月には同社の松戸工場が竣工し、稼働を開始したため市川第二工場は閉鎖された。1978年12月16日、市川電報電話局が市川電信電話創業の地のレディーフ付け石碑を混立した。ありがとうございます。